気血水アーユルヴェーダのバータ、ピッタ、カパとはそもそも何なのか、この3つが私たち人間の体を作っている要素じゃないですか。この要素の配分量によって性質が変わってくる。なのでこういう食べ物を食べたらいいよ、こういう生活習慣をしたらいいよっていうことじゃないですか。だけど元々の配分量があるっていうことは、水が多い人はこういう性質があるからこういうものに強い、得意不得意とか、あと気が多い人というのは気というのは見えないものだから見えないものに強いとか、あと知というのは現実的な肉体を作るものなので現実的なもの、作り上げるもの、物質に強いとか、何かねそっちの方があるんじゃないかなと思って。